声援がね早くも聞こえておりますよ。皆さんこんばんは。はい。そして青森県は弘前市のご当地アイドルグループアルプス乙女の皆さんです。拍手でお迎えください。はい、皆さんこんばんは。はい、6人グループで大丈夫かな。6人でね。はい、はい、はい、ありがとうございます。今日はまずアルプス乙女の皆さんは青森県弘前市からこの会場に駆けつけてくれたんですよね。はい、そうなんです。はい、みんなね学生さんと伺いましたが、なんと今日は何の日でした。今日は終業式の日でした。終業式だったんです。はい、函館もそうでしたかね。はい、ありがとうございます。終業式終わって早速何で来たのかな。何あの乗り物は何で来たかな。北海道新幹線で青森からこの函館にやってきてくれました。はい、はい、北海道新幹線の乗り心地どうでした。いや、もうプレミア感がすごくてあんなにねゆったりした新幹線に乗ったことがなかったので、はい、足元がすごく広くて、あの大荷物で私たち来たんですけど、ゆったり乗れてすごく、はい、あの楽ちんでした。はい、はい、あのでも本当約1時間であっという間にこの函館に到着ということになりますけれども、そしてかずみさん、はい、北海道新幹線が開業しましたが、はい、もうどのぐらい乗りましたでしょうか。そうですね、あの私は2ヶ月とか3ヶ月に1回の頻度で、新幹線乗ってます。先月も乗って青森行ってきましたよ。青森に来てくれたんですね。はい、結構ねちょくちょく来てくださってると伺いました。はい、はい、では私なんですけど、私は実は函館出身、青森在住8年目となりますが、ちょくちょくあの函館の実家に新幹線で、里帰りをしております。はい、こんな私たちでこのステージを進めていきたいと思いますけれども、はい、北海道新幹線開業しましたけれども、アルプス乙女の皆さんはどんな風に感じてますか。そうですね、あのやっぱり私たちの世代だと修学旅行に来るとき北海道新幹線がなかったので、すごいこう4時間とか何時間だろう、すごく時間がかかったんですよ。そうですよね。だからすごい身近になって、こうやって今日も学校終わってからまっすぐ来てもこのイベントに間に合うぐらい早く来れたので、特急でも2時間ぐらいかかりましたけれども、今はねもう1時間で、はい、去年修学旅行で来た子がいるんですよね。はい、私、はい、藤田なんですが、もう1時間1分で着くなんて本当にもうあっという間で、はい、あっという間ですよね。はい、そして北海道で、ね、函館に今日来てくれましたけれども、他はどんなところ行ってみたいですか皆さん。そうですね、ここも素敵なんですけど、あの札幌の札幌ファクトリーっていうところがあるそうで調べてきたんですけど、すごいキラキラしてて、イルミネーションがね、はい、今時期は綺麗なんですね。はい、はい、行ってみたいです。札幌というと、あの今は新函館北斗駅が北海道新幹線の終着駅となりますけれども、今度は、この後札幌のお話が出たところでクイズをしたいと思うんですが、はい、あのね札幌